い、皆さんこんにちは、ドローンおやじです。今回はですね、マリオカートライブホームサーキットというですね、任天堂スイッチ用の新しいソフトをですね、ご紹介していきたいと思います。このソフトはですね、ご自宅でマリオカートを FPV で走らせながら、AR のですね、拡張現実の中でコースをですね、作って走らせることができるということで、ドローンの仲間内でもですね、結構このソフトが話題になってまして、FPV でマリオカートが走らせられる時代がついに来たかということで、結構話題になっておりました。では早速ですね、開封の方を行っていきたいと思います。で、開封ですね、これもう始まってますけども、ゲートが出てきまして、その次にですね、このカート本体が出てきました。カート本体はですね、マリオの上部のところに FPV のカメラがついておりまして、このような形となっております。結構ですね、しっかりした作り込みがされてまして、非常になんかこう頑丈だなという印象を受けました。セット内容は以上でして、カート本体が1台、それから矢印看板とゲートが1セット、それから USB-C ですね、こちらはカートの充電用のケーブルとなります。ちなみにカート1台に対してスイッチが1台必要となります。で、スイッチは別売りとなっております。遊ぶ前にはですね、カートへの充電が必要です。カートの充電はですね、カートの右側をこのように開けていただくと USB-C のポートが出てきますので、そちらの方に USB-C のケーブルを差し込んでください。カートの背中側にある LED が赤く点灯していると、充電中ということになります。ちなみにスマホの充電器等からでも充電は可能です。続いてゲートの組み立て方を見ていきましょう。ゲートは段ボールでできておりまして、このように足をですね、下側から引っ張り出して組み立てるタイプとなっております。まずは足を2本ですね、引っ張っていただいて、このように完全に外に引き出してあげます。続いて足をですね、それぞれ開いてあげまして、このように足の支えになる部分をこのように中に折り込みまして、セットいたします。もう片方の足も同じように折り込んであげましょう。あとは足の土台になる部分を曲げてあげればゲートの完成となります。同様の手順で2番から4番のゲートも組み立ててみましょう。矢印看板については足元を少し広げてあげることでですね、自立するようなタイプとなっておりますので、こちらの方は組み立てる必要はありません。今回マリオセットとルイージセット1台ずつを買って、このようにゲートを組み立ててですね、並べてみましたけども、カート2台はですね、余裕で、入るようなゲートの広さとなっております。それではですね、このゲートと矢印看板を部屋の中に設置いたしまして、いよいよコースを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、1番から4番のゲートを作って、このように部屋の中に設置してみました。コースを作るにはですね、メニュー画面から1人で遊ぶ、もしくはみんなで遊ぶを選んでいただきまして、ゲームを開始させます。そうすると最初はですね、フリーランモードに入りますので、ここでですね、1番のゲートの前に丸いサークルが現れてますので、そこまでカートを移動させます。そしてですね、コースを作るを選んでいただいて、次に進むを押すと、このようにですね、コースを作る画面の方に移ります。コースを作る際はですね、皆さん CM 等でもご存知かと思いますけども、実際に部屋の中をですね、カートで走らせてコースを作っていきます。それではですね、カートを走らせてコースを作っていきたいと思います。1番からですね、4番のゲートを順番に通っていくことによって、コースが出来上がります。で、3番ですね。で、続いて4番のゲートとくぐりまして、最後1番のゲートの前に戻ってくればコースが完成ということになります。それでは早速このコースを使ってゲームを楽しんでいきたいと思います。それではここからはですね、ゲーム中に収録した音声とともにお楽しみください。どうぞ。ではですね、グランプリからいきましょう。3レースの結果で優勝が決まるっていうやつですね。で、50cc、100cc、それから、トロフィー5個を取るとですね、250cc、200cc というのが出てきます。そしてミラーモードも解禁されるようですね。じゃあまずはまあ 50cc で行ってみましょう。で、ちょっといくつかクリアしてますけども、じゃあ早速ですね、じゃあスターカップ行きましょうかね。スターカップ、それぞれですね、テーマがあって、ロイヤルハイウェイとか、トッスンジャングル、ビブー砂漠っていうのが今回のスターカップの内容みたいですね。で、他のコースは他のコースでいろいろと仕掛けが変わるので結構面白いですね。じゃあスターカップ行ってみましょう。で、今のコースで続ける。で、ここでコースを変えることもできます。
ここでコースをもう一度ですね、描けば、コースを別のものに変えることができます。で、今のコースで続けるですね。で、やってみましょう。で、一人で遊ぶときはですね、敵キャラがこのように画面上に現れます。じゃあ早速行ってみましょう。ロケットスタート決められなかったなぁ。お、このコース。あれが出てきませんね。アイテムが。で、次のレース。コースと次のレースに向かいます。で、次のレースに行くときは必ずですね、もう一度、スタート地点に戻らなきゃいけません。スタート地点にじゃあ戻りましょう。ここですね。で、ここの矢印のところにカートを止めます。そうすると、次のレースに行きます。で、レースを始めるを押しましょう。2、1、5。またまた決められませんでしたね。ぶつ。赤コーラですね。赤コーラ L を使うと押し投げます。ドッスンジャングル面白いですね。エフェクトがちゃんと揺れますね、これちゃんと、ドッスンが。ボム兵下に、えい。バナナも後ろに投げちゃいました。さあ、1位ですね。1位でどこまでいけるかな?どこまでいけるかな?やりました。1位。最終レースですね。これに優勝すれば優勝か?おっと、スタートダッシュ決めたけどちょっとビッチ失敗したかな?あ、なんかこれ、あ、流されるんですね、結構。すごいですね。ちゃんと流されてますね、カートが。ビュービュー砂漠はこれ、ああ、なんか食らっちゃった。なんかビリビリしてますね。サンダーかな。おお、流される、流される、流される。めっちゃ流されてます。あ、右からの風か、これ。おお、とっとっと。なるほど。ああ、赤コーラが。赤コーラが。え?スターだ、スターだ。おー、めっちゃ。あははは。最下位でしたね、最後。おお、なんとか1位取れましたね。というところですね。はい、ということで1位、スターカップ1位取りました。で、新しい、これ、ラジオ、これ BGM のことですね。BGM がこれでゲットできましたということです。はい、ということで、これが一連の一応グランプリの流れですね。
結構ですね、いろんなギミックがあって、さっき、ビュービューサガ国ではもう風が吹くのと同じように、カードが流されるんですよね。これものすごいですね、これ。これはすごいですよ。複数台で遊ぶ場合はですね、ここに、みんなで遊ぶというのがありますので、これを、しましょう。そして、ホストになる人ですね。は、いわゆる一番リーダーになる人が、新しくレースを作れます。そして、今フリーランモードになってますけども、ルイージが隣にいますね。で、この状態で、もう一台のスイッチを起動させます。で、みんなで遊ぶを押すとですね、レースを探していますっていうのが出てきます。ただ、該当のレースですね。私が作ったレースが出てきますので、これをします。そうすると、レースに参加できます。ということですね。で、これで、ルイージ側を操作もできますし、マリオ側も追っかけていけます。ね。で、カートがやっぱりぶつかったりするので、結構ですね、面白いですね、これ。二人でやると。両方ともアシスト。こんな感じですね。二人で遊ぶイメージ。めっちゃこれ楽しいですよね、多分。アシストは強力ですよね。かなり強力なサポートですよね、これ。カスタムレース。これカスタムレースにすると、いろいろですね、BGM を抱えたりとか、コーステーマをランダムにしたり、まあ、水中、ちょっとあまりまだないですけど、クリアしていくとこれ増えていくみたいですね。で、ラップ数どれだけ加速するかとかですね。で、スピードも一応今は50と100しか選べませんけど、レースをクリアしていけば、さっきのグランプリをクリアしていけばですね、さらに250、200って言ったらですね、設定できます。この他にもですね、このようにゲートの前に行けばですね、ゲートの種類を変えることもできますし、カートをカスタマイズすることもできます。とりあえずノーマルで行きましょうか。操作方法など何かわからないことがある場合はですね、このようにヘルプ画面を開いていただくことで解決できるかと思います。カートとスイッチをつなげるにはですね、このようにカートの電源を入れてからカートをペアリングモードにしてスイッチ上に表示された QR コードをカートのカメラに読み込ませます。操作方法に関してはこれまでのマリオカートシリーズとほぼ同じと考えて良いと思います。アイテムに関してもこれまでのマリオカートシリーズを踏襲しています。フリーランモードの中でこのようにダッシュボタンを押せばですね、各種設定もすることができます。先ほどご紹介したですね、アシストモードもここの中でですね、設定することができまして、 Y ボタンを押せばアシストのオンオフを切り替えられます。はい、いかがでしたでしょうか。ここまでですね、マリオカートライブホームサーキットをご紹介してきました。このチャンネルではですね、普段空撮映像や FPV 映像といったですね、ドローンに関するハウトゥーも含めてですね、ドローンにまつわる映像を普段は配信しております。今回はですね、ドローンのレースに使われる FPV と同じ原理でですね、マリオカートを楽しめるということで、今回このマリオカートライブホームサーキットをこのチャンネルで取り上げました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方と高評価の方いただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、ここまでドローンおやじがマリオカートライブホームサーキットをご紹介してきました。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。失礼いたします。